こんにちは。四男四女八人の子供の母ちゃん、宮城の小畑紀美子です。私は20年間看護師として働いてまいりました。命を真ん中に、医療の格差を是正します。個別所得保障制度を復活し、宮城の一次産業を守ります。物価高には消費税 5% 減税を。子供は宝です。児童手当の拡充と教育費の無償化を。唯一の被爆国の日本、核兵器禁止条約を批准、外交力の強化を訴えます。子育て世代が政治を変える。小畑紀美子44歳、よろしくお願いいたします。